ホームラン競争で漫画みたいなことが起こる。ブルージェイズのゲレロが決勝でレイズのアロザレーナを25対23で下して初優勝。7年の同イベントを制した父と史上初の親子優勝を果たし、賞金100万ドル約1億4000万円を手にした。ゲレロは1回戦でドジャースのベッツに26対11で圧勝すると、準決勝ではホスト球団マリナーズのロドリゲスに21対20で僅差の勝利。1回戦で大会新の41本を記録した地元のヒーローを撃破した。アロザレーナとの決勝でも接戦を演じ、25対23でトロフィーを勝ち取った。2年前のレギュラーシーズンではエンゼルスの大谷と熾烈な本塁打王争いの末、ペレスロイヤルズとタイトルを分け合ったゲレロ。今回は家族の要望で4年ぶりのダービー出場を決断し、史上初の親子優勝を果たした。24歳の若き主砲は正直、7年のことは自分が小さかったのであまり覚えてないけど、父とダービーに勝てたことは最高の気分だし、とても誇りに思うと感想。父親と勝負したらどっちが勝つ?の問いには笑顔を見せ。ちょっと難しいかな。もし時間制なら僕が勝つし、アウト制なら父が勝つと言った。ゲレロは4年前の大会で合計91本を放ちながら準優勝。今回は3試合で計72本の柵越えを放ち、合計の飛距離早く8958メートルで、平均飛距離早く124メートル。通算163本は史上2番目の記録となる。ホームランダービーに優勝したゲレロですが、今シーズン前半は 0.274、ホームラン13本、58打点、OPS 0.787 と、可もなく不可もなくの成績。正直大谷の32本と比べると物足りない。ただゲレロはまだ24歳。ダービー優勝がシーズン後半への起爆剤になりそう。ただ単に父が勝つ、と発言するのではなく、もし時間制なら僕が勝つし、アウト制なら父が勝つ、という発言に、偉大な父へのリスペクトを感じる。確かに面白いが、正直目の前にタイトル争う状況にある大谷選手が出なかったのは正解というほかない。今日のこの過酷な争いを見てて改めてそう思ったわ。出るのであれば本塁打のタイトル取ったその後に後に出れば十分だろう。親子優勝とはすごいおめでとう。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。